はい、どうもタクタクです。オヌガハテ実況プレイやっていきたいと思います。今回はね、二手に分かれたというところで、お、案内板をちょっと見てなかったのでこれから見たいと思います。でも暗くて読めないな。読めないんかい。じゃあ左側の赤い岩の下とやらに、こっちだよな。気をつけていこう。もうすでに俺は気をつけているかな。まずいな、また霧が出てきた。道も暗いし、とにかく慎重に行こう。うん、慎重に越したことはない。うわっ、襲ってくる。ちょで、トンボさんがでかい。トンボが危ないよ、危ないよ。食べられました。これ今セーブポイントあった？これ始まる前にもしかして、ちょっとよく見てなかったかもしれない。あったかな。ないよね。ほら、お地蔵さんだけだもん。でももう今度は多分大丈夫。今度は大丈夫です。斜め移動をちゃんとすれば多分逃げれます。はいはい、慎重に行こう、慎重に。はい、斜め移動。いや、斜め移動になってない。やばい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 。ああ危ねえ。なんとか化けたか。虫が増えてる。夜だからか。逆、嘘、マジで。そういうの、トンボって夜飛べるっけ。空が知らんできたものの、朝には早いな。キコちゃん、無事かな。とにかく、今はリコの資料だ。赤いを探そう。お参りすることで記憶を、残す残す。あ、これさ、でもさ、火炎瓶とかさ、使えたのかな。今もしかして。使えたのか。あ、これ、あ、これが赤い岩。たまたまちょっと調べてやったけど。この岩だ。ん？何か土が盛り上がってる。ここだな。お、あった！これだ！九段の儀式や、神社の剣を、謎を解くために使わせてもらうよ。九段の儀式。九段の儀式。って、リコの資料を入手した。アイテム欄には表示されません。ごめんな、間に合わなくて。でも、できるだけのことをやるから。どうか見守っていてくれ。しかし参るな。あんな動きの速い虫が相手じゃ逃げるので精一杯だ。それを実感するほどキコちゃんは。とにかく今は視界が悪すぎる。寒いのは確かだけど、もう少し明るくなるまで待とう。それまでちょっと何か食べとこうかな。確かカロリーメイクが、カロリーメイク、カロリーメイト的なものか。霧が晴れて明るくなったな。今のうちにリコの資料を読ませてもらおう。リコの資料。神社について。この里には2つの神社がある。つまり2柱の神が存在しているということになる。あ、神様はあれなんですよね、数えるときは柱なんですよね。あの、神の神様は、あの、引きとかじゃないですよ。生き物じゃないんで、あの、1柱2柱みたいな、一神二神じゃないらしいです。もう長いね、この説明ね。はい。だが不審な点がいくつかある。一つ目は、しめ縄や狛犬のような神社にあるはずの建築物がないこと。確かになかった。神仏を祀っているにしてはおかしい。二つ目は御神体。遠目からしか見たことがないけれど、納められた棚にはお札が貼られていた。そのこと自体はおかしくはないけれど、それ以上に、それ以外には何もないのがおかしい。つまり供え物や寝具が一切ない。神棚や調度品もなければ、御幣や、おみきの一つもない。それに誰かが管理している風でもない。長が名目で管理しているが、その程度しかない。まるで神を祀っているというより、何かを封じているように思える。この不自然さは何なのだろう。そうか、違和感はこれだ。神仏の場としてあまりにも無造作すぎるんだ。じいちゃんが家には、神仏には本当の神から怪しまで多種多様らしいけど、まさか。伝説について。神社の不自然さと謎の鍵はおそらく里にまつわる伝説にあるけれど、里のみんなに聞いて回ると、もともと閉鎖的な環境だからか、いい顔をされなかった。特にお父さんにはひどく怒られた。年若い娘がむやみに首を突っ込むなと、そんなことを言われた。だからこそ私は逆に確信した。この里には知るべきではない何かがあるのだと。そこで表向きは里を調べることをやめ、里を出て暮らしていた人たちから少しずつ話を聞き出すことにした。地道な作業だった。
その時にあったのが相馬というわけだ。だから分かったことは数少ない。でもいくつか重要なことが分かった。思った通り里には二柱の神が存在していたこと。それから神というにはおかしいこと。それは沈められしは同胞にしていなるものだという。私にはこれが不吉に思えてならない。どういう意味だ。もうこれ以上は聞けないし、調べるのも困難になってしまった。だから最後は私の憶測となる。それらはおそらく神ではない。強い力を持ちながらも封じられてきた存在、つまりあやかしなのではないか。私はこの憶測が当たらないことを切に願う。リゴ、多分正解だよ。それ以上の説得力がある考察はじいちゃんでも無理だ。お、どうした？余白に何か。もう頼れる人がいない。あの人しかもう。ごめんなさい、そうくん。リコ、合流しに行こう。もう一回あの神社に行くか。こっちでいいんだよな。逃げてきた道をまた改めて歩くのもちょっと気が引けるけど、もう出てこないよね多分ね。はい、これでいいのかな。こっち読めるようになってるかな、案内板。こっちはなんでいけないようになってんだろう。案内板だ、読んでみるか。この先は行き止まりです。例えば左か右の道を迂回し、東か西の門から入ってください。奥の森は手入れされていません。迷子になる危険があるため立ち入らないようにしてください。森のことは過ぎたことだから。さて奥として今は里には入れないな。まあ戻ってきたということで行こうか。なくなってんじゃない。これはキコちゃんがやったのか。神社なくなった。確かに火を放って逃げるのか。得策かもしれないな。リコも頭が良かったっけ。やっぱり姉妹なんだな。で、合流できんのかこれ。ここ道祖神さんですら、まあ、なんかもう焼き、あ、なんか落ちるよ。手紙がある。キコちゃんからか。よかった、そうだ、やっぱり姉妹だからジム似てるな。これ逆なんじゃない。キコが死んでリコが生きてんじゃない。本当は俺はそうであってほしい。よし、読んでみよう。キコの手紙を入手した。アイテム欄には表示されません。キコからの手紙。相馬さんが無事に戻ると信じこの手紙を残します。私はこの通り大丈夫です。ですが虫が次々と孵化し状況が悪化しているため、私は一足先に準備にかかります。準備というのは他でもなく、あの虫たちを一気に葬るための大事な用事です。用意です。昔ひい祖父が里の東に炭鉱があると教えてくれ、そこに今も噛みすぎ火薬があると言っていました。私はそれを取りに行きます。ちょっと飲み物を飲ませてください。ちょっとね、読み続けるとね息切れがやばいね。私はそれを取りに行きます。あなたは姉さんの資料を元に、例の神社について調べてください。なお里の門は、東西ともに閉ざされ侵入するのは不可能です。今から各抜け道を探してください。納屋の前に一つあり、東の迂回路に出られます。そこから南に古井戸があります。その古井戸に抜ける道があると年配さんから聞きました。ただ詳しいことは定かではありません。ですが話が確かなら神社の裏側に出られるはずです。調べてみてください。なるほど、まずは何に行って、それから、古井戸の調査だな。あれ、裏に何か書いてある。私がやるべきことを担わせて本当にごめんなさい。どうか無事でいてください。キコちゃん、君は、いや今は詮索より他にやることがある。まずは抜け道だ。あれ、とにかくあれだよね、納屋、もう一回納屋に戻ればいいんだよね。ここはこれだけなのかな。ここだけっぽい、ね、これだけっぽい、ね、ここがね。納屋か。ちょっと納屋に行く前にもう一回。よし、じゃあ行くか。孵化している。まだいる。
動いてはなくても危険だし、放っておこう。どうする？どうする？どうするよ。こっち行くの？じゃあ森の前にある左折する道から迂回路に入れるの。よし、行こう。森の、あ、そういうのがあったのか。で、このまま、うわっ、おー、ダメだ。明らかにダメそうなのがそこにあるけど、お参りすることで記憶を残そう。これでさ、前の時に壊しちゃえばいいんじゃない？これ虫の眼か。このまま放っておいたらまた虫が生まれる。でも火炎瓶は3つ、数があるわけじゃないからな。どうする？俺は焼き払わないで、マサカリでぐちゃぐちゃにしますね。ぐちゃぐちゃのミンチにしてやる。考える。数がないからな。少し考えよう。ぐちゃぐちゃのミンチとかも平然と言えるセリフではない。はい、じゃあ迂回して苗に向かおう。あ、また卵的なものがここだったのか。前に来た時は卵が邪魔で見えなかったな。よく見れば道があるな。行ってみよう。行くか。あ、こけてるよ。鳥の色が違う。お、この音。あ、決定気をしてください。はい、警戒。うわ、雰囲気あるな。明かりなしで行けるかより虫の方が問題だな。いや、今は行くしかない。何度か頑張っていこう。すごいな、ここ天然の空洞をそのまま抜け道にしたのか。これなら明かりの心配はないな。あとは虫に注意しよう。まあ、当然セーブをするよね、ここね。記録を残す。はい。虫が出るんだろうな、その振りは。虫っていうか、なんか骸骨みたいなのいるよ。骸骨みたいなのいるよ、これ。何かいる。しまった、気づかれた。ピューン。あ、あれ逃げた。何だったんだ、一体。本当に何だった。え、こっち？こっちじゃない。こっち行けないかな。こっち行けないね。ここか。入りたくないな。行くか。お、なんともない。こっちではない。こっちか。またピー、お、なにこれ。なにこれ。サプライズ的な。こんなところにロープが。なんだろう。引いてみるか。引くの？落ちてきた。逃げようとした後か。なんだか気が利けるけど、もらっておこう。ロープを入手した。行くか。このロープ大丈夫かな。はい。あ、いるって。うわ、襲ってこない。小さいからか。さっきも逃げたし、臆病な虫もいるんだな。やはり元が人間だろうか。こんな、これはもしかして腹ペコ状態だという、あれか？君たち何をしているの？この岩、甘い香りがする。そういえば、蜜みたいのがかかってるな。さっき逃げたのに、このチビ、仲間に蜜を持ってこようとしてたんだろうか。敵に塩を送るのはなんだけど、抜け道の出口も見つからないしな。ちょっと助けてやるか。どういうこと？この岩、平べったくて皿っぽい形だな。よし、これを器にしてやろう。じいちゃん、直伝勝つ。彫刻クラブで磨いたこの腕、よく見てろ、お前ら。何を言っているんだ、君はさっきから。いやー、いい仕事ができた。マサカリがあってよかったな。岩の器を入手した。その代わり、マサカリがボロボロで、もう使えそうにないけど。まあ、なんとかなるけど。マサカリが壊れた。そうかそうか、お前もわかるか。なかなかの2だな。じゃあ、これに蜜を入れて持ってきてやるからな。もうちょっと待ってろ。これ本当に大丈夫ですか、相馬くん、これ。そんなことして本当に大丈夫。これ蜜、待って。蜜ってどこにあるんだろう。こっちじゃないの。こっちにあるのかい。あ、ないか。あっちのさっきのいたところに蜜があるっていうことかな。3つ。お3つ。
3つマングロー、やめとこ。あ、これか、この辺、え、違う、あ、違う、花から取ってくればいいの。ヒガンバナ、それこそ。あ、これか、これだな。よし、持っていこう。それが蜜的なあれか。結構量が出てるな。器に溜まったし、もういいだろう。放っておけばいいんだろうけど、まあしょうがない。そろそろ戻ろう。本当にしょうがないことなのか、それは。ちょっと一応、怖いので、残しつつも。いやー、これでどうなるかな。でもこれで、多分イベントを進むよね、フラグがね。はい、ここか。と言ったところで、なんとここで切ります。次回は、あの虫たちに蜜をあげてみましょう。ではまた次回ご覧ください。ではまた。